西日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道広島支社西日本旅客鉄道、広島支社西日本旅客鉄道広島支社は、広島市東区二葉の里にある西日本旅客鉄道の支社の一つである。かつての日本国有鉄道広島鉄道管理局を継承し発足した、広島駅を中心とした路線群を広島シティネットワークと命名し、都市間輸送網を構築している。 広島県の内広島県域の全域、美北県域の大半並びに、三原市の一部と山口県全域、及び島根県の一部を管轄する。JR 西日本では当支社が管轄するエリアを、広島、山口エリアと定義している。JR 西日本では、営業キロへでの支社協会を駅で区切っているため、街頭停車場を協会駅として扱う。なお、がついた路線は、全線が、 管理区間内に入っている路線である。駅数についての注釈。広島シティネットワークエリアにおいては、2014年度末より227系の導入並びに、JR シティネットワーク広島のブランディングに合わせ、山陽本線、呉線、壁線、芸備線において、路線記号の導入及び、同区間のラインカラーの更新が行われ、旅客案内用に幅広く使用される。 これに対する山口県内など、広島シティネットワークエリア外の扱いは発表されておらず、該当線区は従来のラインカラーをそのまま使用している。ただし、2016年改正において、公式サイトの全線路線図や一部の駅の運賃表において、上記路線記号の適用範囲は一部拡大されている。なお、国鉄時代の広島鉄道管理局の管轄は、 広島支社のそれと以下の点が相違する。JR 西日本では、主要駅に駅長を配置してその駅を管理駅とし、さらにその参加の主要駅にも、地区駅として、管理駅助役相当の駅長を配置して、管理業務を分担している。広島支社直轄の管理駅と管轄範囲は次の通り。詳細は、愛子家を参照2007年9月1日に、 広島シティネットワークエリアの下記の駅で IC カード乗車券アイコカの利用が開始された。2008年3月1日から広島県内のパスピーエリアの交通機関でも利用できるようになった。なお、広島市社管内では2003年12月1日に下関駅に自動改札機が初めて設置されたが、小倉、博多方面への利用客への利便性向上のためで当初は アイコカに見たよう。また、2011年3月5日から、下関駅が、守護課対応エリアになっているが、守護課は販売していない。現在は、アイコカの販売と改札で利用可能である、227系電車機波40系機動車電車については、全車が2015年に導入された227系で、 機動車については国鉄から承継した、キハ40.47型機動車や JR カゴに導入された、キハ120系機動車などで運行されている。かつて、広島市社管内にはキハ120型を除いて、JR カゴに製造された車両が所属しておらず、113系や115系、103系、105系といった国鉄型電車が主力として活躍していた。 他地域で急速に代替が進められた2000年代以降も、広島支社ではこれらの国鉄型電車が主力となっていたことから、インターネット上では国鉄広島と揶揄されることがしばしばあった。しかしこれらの国鉄型電車の中には、大規模な体質改善工事が施行され、新車並みの内装となっている車両も多くあった。体質改善工事が施行されていない車両に関しても、 他線区より工事が施行された車両を転属させることで、代替し、輸送体質の改善を図っていた。広島市社管内で使用されていた、体質改善の上で単色化された国鉄型車両2009年12月より、原則として国鉄型車両の車体塗装は、電車は濃厚色、機動車は国鉄末期の標準色と同じ主色5号に変更されることになった。これは、 エリアごとに保有車両のイメージ統一を目的としたものと発表されている。この内電車の濃応色は先日の国鉄広島と合わせて末期色と揶揄されていた。分割民営化から25年以上を経て国鉄型車両の老朽化、陳腐化が顕著になってきたため2015年より32年ぶりの新型車両となる227系電車を投入し、 従来の国鉄型電車を順次代替することとなった。227系は最終的に3両編成64本と2両編成42本の合計276両が投入され、2019年3月までに広島エリアで運行されていた国鉄型電車をすべて置き換えた。年出された国鉄型電車は廃車になったほか、一部の体質改善車は 岡山地区や下関地区に転出し、より状態の悪い国鉄型電車の置き換えに充当された JR 西日本の公式野球部は本社ではなく広島支社を拠点に活動を行っている。これは旧広島鉄道管理局公式野球部の流れを組んでいたためで6つある JR 本社チームのうち唯一本社所在地と本拠地が同一都道府県にないチームである。 2005年の JR 福知山線脱線事故に伴う活動自粛を経て、同年7月に一時活動を休止、2013年に活動を再開させている。選手は広島支社の各課のほか、広島駅をはじめとする近郊の駅、あるいは広島社商区に所属し、車業と並行して野球を行っている。ありがとうございます。